20歳の若さで欧州リーグに挑戦。今では日本代表の司令塔として中心的な存在となり、チームを牽引し、2022年ワールドカップではベスト16に大きく貢献した鎌田大地。今回はそんな鎌田にまつわる50の面白いエピソードを紹介していきます。3歳でサッカーを始め、地元である愛知県伊予市のキッズ FC でプレー。小さい子には鬼ごっこのような遊びの中でボールを使うトレーニングが人気だったようで、鎌田も熱中。周りを見る判断力はこの時に養われたらしい。幼少期からサッカーに熱中しており、平日は練習、土日は試合をこなしていた鎌田。小学1年生の時点でリフティングは1000回を超えるテクニシャンで、この頃からすでに周りに才能を感じさせていた模様。小学生時代、鎌田の試合を母が撮影してくれており、試合後自身のプレーの映像を見て、あのパス良かったねと自画自賛してしまう。中学時代はどうしてもサッカーが上手くなりたいと親に懇願し続けた結果、高知県にある願いを叶えてくれるお寺を見つけてもらい、お参りに行ったらしい。なお、日本代表として活躍している今でも毎年お寺には通っているらしく、強気な態度とは裏腹に意外な一面も見せる。中学校へ入学した頃は身長140センチを上回るくらいだったが、3年間で一気に身長が伸び、急激な成長に体のバランスが崩れ、走るスピードがなかなか上がらなかった鎌田。当時所属していたガンバ大阪ジュニアユースは走り込み、走力を重視していたので、ユース昇格はかなわず。課題であった走力を改善すると、次はメンタルに課題があると言われてしまう。独特のリズムとテンポでプレーする鎌田ですが、優雅なプレースタイルゆえに周囲からは気持ちの感じられない選手と見られていたらしく、本人も同じことをやっても他の人なら評価されるのに、僕がすごいことをしてもマイナスに見られがちだったと感じていたらしい。高校時代のチームメイトで今は鎌田のマネージャーをしている中村氏によると、鎌田は誰よりも練習していたらしく、3年生の時 B チームや C チームの選手が朝練習しているのを聞くと自分も参加。試合に出てないやつが練習しているのに、学校を代表して試合に出ている自分たちが練習していないのはおかしいと、漫画の主人公さながらの発言を残してしまう。サッカーにかけてきた時間や労力には自信があると語る鎌田は、高校時代は朝5時に起床し、始発で登校すると朝練として両手と両足に重りをつけて坂道ダッシュを繰り返す漫画のような生活をしていたらしい。U22日本代表に選出されて初めての練習では緊張していたのか、挨拶の声も小さく、主力選手にそんな態度なら帰れと怒られてしまう。日頃はクールでツンとした表情をしている鎌田だが、新型ウイルス流行によるステイホームの時には率先して料理を作り、妻の負担を減らそうとする優しい一面も持ち合わせている。一番の楽しみはと聞かれ、僕は息子を溺愛しているので、時間があったら息子のためにどこか行くとか何かするとか、息子中心になっていますよと100点満点の回答をしてしまう。長谷部にブランディングが下手と言われたことのある鎌田は、本人も自覚はあるようで、無愛想な鎌田が親父になるなんて想像できないとよく言われるらしいが、息子を溺愛している鎌田はめちゃくちゃ家族を大事にしてますよとアピール。さらに、僕のことを知らない人はくっつきすぎている僕らを見ると引くと思いますよと謎の暴露。息子が寝たら次は奥さんとの時間を作っている鎌田は、オンラインゲームの Apex Legends を一緒に楽しんでいるようで、サッカー選手は出張が多い職業だが、離れていてもゲームでつながっている様子。フランクフルトの公式 SNS がトレーニングシーンの写真を公開。そこには鎌田と長谷部が笑顔で追いかけっこをしている様子がアップされており、親子みたい、可愛すぎる、イチャイチャしてて最高といったコメントが多く寄せられる。鎌田は話をするのが好きで、手を笑わせる話術の持ち主らしいが、淡々とした表情でボソボソ喋るので、世間の人にはほとんど伝わらず、不愛想な人と思われていることが多い。伝えることにおいては仙人の長谷部には、もっとうまくブランディングすればいいのにと呆れられてしまう。内田篤人との対談において、初めましてですよねと言われ、実は初めましてではないんですよと返答。全く覚えてないという内田に対し、数年前に鳥栖の先輩含め数人でご飯に連れて行ってもらいましたが、名前も知られてないやつに飯をおごったぐらいで覚えてないんだろうなと思いましたと、ド直球に思ったことを口に出してしまう。なお内田に、言い方すごいね、もっと真面目なのかと思ったと言われると、めちゃくちゃ喋るし、あまり育ち良くないんでと返し、謎に育ちの悪さを公表してしまう。ワールドカップ中のオフの過ごし方について聞かれ、クラブでも試合で調子が良くない時はオフに何もしない、昨日はサウナに行ってダラダラした、一日サッカーを忘れて過ごして、おかげで今日はコンディションが良かったと語り、日本代表内でサウナ部があることが判明。11から12時間の睡眠を毎日取っている鎌田は、記者の質問に対して、僕は子供の頃からそうなんですよ、睡眠を十分に取れないとちゃんと機能しなくなりますのでと自信満々に返答。あるインタビューで長谷部について聞かれ、彼は日本ではレジェンドですし、僕も選手としていつかあのようなレベルまで行けたら最高だと思いますとコメントし、大先輩をちゃんと尊敬している模様。
そんな尊敬している大先輩の長谷部が39歳の時にフランクフルトと1シーズンの契約延長を発表し、40歳まで現役を続けることが決定すると、事前に伝えられていた鎌田はまだやるんすかと鎌田らしいリアクションを見せるも、本音は大先輩の現役続行が嬉しい模様。ヨーロッパリーグを制覇した鎌田は試合後に嬉しさのあまり号泣。あの場面が中継に映ってなくてよかったですよ。最後にファンに挨拶しに行った時は大号泣でしたから、と日頃は常にクールな鎌田が初めて流した嬉し涙について話す。そんなヨーロッパリーグ決勝の PK 戦では、監督に3番目は長谷部か鎌田に蹴ってもらいたいと長谷部が監督から言われ、このことを鎌田に伝えると、俺蹴りますよと即答。しっかり決めチームの勝利に貢献。なお6番目に蹴る予定だった長谷部は順番が回ってこなくて安心していた模様。フランクフルトでヨーロッパリーグを制覇した鎌田ですが、日本人選手の欧州カップ制覇は2002年に小野伸二がフェイエノールトでウェファカップを制覇して以来の快挙。同じくフランクフルトに所属する長谷部とトロフィーを掲げる写真が公開され、日本人ファンから感動の声が寄せられる。サガン鳥栖時代、鎌田は当時のエースストライカーであり先輩の豊田洋平に、お前は下手くそなんだから俺にボールを出しておけば点取れるよと当時からいい意味でおらついていたことを暴露されてしまう。サッカーに関することは今までも自分で決めてきたため、誰かに相談することはないという鎌田だが、唯一ちゃんと相談したのは、ハワイに行った時にどこに行ったらいいかとか、ロレックスを2年前に買った時にどうって聞いたことで、サッカーの相談したことはないですとイメージ通りの一匹狼感を醸し出してしまう。ポジション争いをする関係性である鎌田と南野拓実だが、ワールドカップ直前の練習では真っ先に2人でピッチに出て仲良さそうにボールを蹴り合う姿が話題に。ワールドカップのコスタリカ戦敗戦後には初出場のディフェンダー山根を怒鳴り散らしたり、スペイン戦では長友に噛みつくなど苛立ちをコントロールできず激しい口調で会話してしまうところがカメラに抜かれてしまう。コスタリカ戦やスペイン戦での言い合いについて鎌田は、意見を言い合うのは普通、僕は何とも思っていないと回答。サッカーでは年齢や上下関係を超えて意見を言い合うことはよくあることなので本人は気にしていない模様。鎌田の公式戦でのシュート決定率は 38.7% と欧州5大リーグでプレーしている選手の中でトップの数字らしく、ハーランド、ネイマール、レバンドフスキなど世界のスーパースターにも負けない決定率を叩き出してしまう。鎌田は日本人選手として初めてヨーロッパチャンピオンズリーグで3試合連続ゴールを決めた選手となっただけでなく、フランクフルトも史上初のグループステージ突破を決め、鎌田と共に躍進。ワールドカップのメンバー選考について、発表会を見たかと記者に聞かれた時に、全然見てないっす、みんなからおめでとうって言われて気づいたぐらいですと発言。選ばれて当然だと思っていた模様。ワールドカップメンバーに選出決定後に、これもずっと言ってますけど、ワールドカップのシーズンですけど、ワールドカップのために全くプレーしてなくて、フランクフルトでやっていることの延長戦がワールドカップだと思ってて、今自分自身コンディションもいいし数字も残してきてある程度自信もあると、また強気の発言をしてしまう。フランクフルトとの契約は今季で終了し、来季からはドルトムントでプレーするのではないかと言われている鎌田は、記者の質問に、自分の行きたいクラブは選びたいと思っているし、大きなクラブとも話をしているんです、今年だけじゃなくて2年前くらいから常に話し続けていると回答。メガクラブへの移籍を匂わせる。ワールドカップ前のインタビューで、日本の価値をこの大会で高めないとダメだと思っています。優勝候補のチーム、いいチームに勝つことで見られ方を一気に変えられる、ドイツに勝てたら見られ方は一気に変わると発言。結果的にドイツとスペインを撃破した日本は世界中に衝撃を与える。高校時代、サッカー部では大事な試合の前に気合を入れて坊主にすることがあったそうだが、鎌田は丸刈りにしたらサッカーが上手になるの?とバカにして挑発のままプレーし、先輩たちが坊主なのにもかかわらず好きな髪型で自由に振る舞ってしまう。先輩たちの最後の大会である高校選手権の予選で鎌田がシュートを外し負けて先輩が引退に。試合後に先輩から励まされ、チームを頼んだぞと言われた鎌田は、翌日の練習に坊主頭で参加し、新チームのキャプテンにも立候補。チーム全体を考えられる選手に成長する。ワウワウの番組で中村俊輔と対談した際、チャンピオンズリーグの PK の場面で相手サポーターからレーザービームの攻撃を受けた際にニヤッと笑ったことについて聞かれ、レーザービームって普通めちゃくちゃ遠いところからやるじゃないですか、見えないところとかで、やってるやつがゴール裏の顔が分かるところにいたんで、こいつに対して何やってんだお前と思ったらしく、 PK の緊張する場面でも余裕を見せる。鎌田は2017年に当時21歳の若さで同い年の奥様と結婚。サガン鳥栖を退団する時のセレモニーに奥さんも出席しており、美人すぎると話題になってしまう。なお奥様は一般の方で、おそらく中学時代に出会ったのではないかと言われているが、真相は不明。
2022年2月19日のケルンとのアウェイゲームで鎌田は後半開始から出場するもアディショナルタイム直前にベンチへ下げられてしまう。試合後のロッカールームではチームメイトの前で監督の説教が始まり、チームに求めることができていないことと鎌田の態度が気に入らないことがやり玉に上がってしまう。アウェイゲームを終えフランクフルトに戻ると、今度はクラブハウスのロッカールームで監督の説教が始まり、またも鎌田に集中攻撃。このままではヨーロッパリーグ優勝もチャンピオンズリーグ出場も無理だぞと喝を入れられる。監督に激高された次の試合に鎌田はチャンスをもらい試合に出場。無事チームの勝利に貢献し、大事な試合で結果を残せるのが自分の強み。サッカー選手ならサッカーの結果で見返さないと単なるダサいやつだと語り、その後の試合もゴールに絡む活躍を見せ、自身の価値を監督に証明してみせる。監督に態度が悪いと怒られた件について記者に聞かれ、海外では日本人イコールお利口さんのイメージが強いから、監督はこいつはスタメンの選手だけどたまに変えても文句は言わないだろうって思われるような選手になりたくない、交代を甘んじて受け入れているようで世界で上を目指す選手としてはどうかと思うと語り、世界でも上を目指す姿勢を見せる。同じポジションのライバルについて聞かれた鎌田は、最近だとデブライニやベルナルド・シューバのようにいろいろなことができるオールマイティなタイプが求められています。僕は彼らと同じポジションの選手だし、一つの能力が突出しているわけではないからこそあらゆる能力をもっと上げていかないといけないんでと、意外と客観的に自分を見ている模様。考察時点でビッグマウスとして注目されていた鎌田は、記者陣からの中田英寿や本田圭佑のような強い選手になりたいという意識はありますかと聞かれると、もっと上を目指したい、肩を並べるだけではなく彼らを超えたいと、18歳の時点でメンタルは出来上がっていたらしい。日本代表のチームメイトである南野匠が以前所属していたリバプールについて、リバプールは上手い選手いないでしょと半笑いで言う鎌田に対し、南野はフィルミーノは抜群に上手いと返すと、そんなフィジカルとかないでしょと返答。鎌田にとってはブラジル代表も大したことない射程圏内の選手という認識を持っているらしい。日本の絶対的なキャプテンとして絶大な信頼を得ていた長谷部にはアドバイスを求める若い選手も多かったようだが、クラブでもチームメイトの鎌田は、僕は自分を持っているので先輩にこうしろとかああした方がいいとか言われて素直に聞くタイプではない、長谷さんの話を聞いてどうこうっていうのはなかったですと相変わらず尖った回答をする。2022年のワールドカップのグループリーグでドイツと同グループになったことについて聞かれ、2014年に優勝した本当に強かった時のドイツとは違うと話し、ビビるような相手ではないと強気の発言をし、日本代表は見事勝利を収める。プロ入りした頃はジャンクフード中心の食生活だった鎌田だが、サガン鳥栖時代に行きつけだった飲食店の店主に頼み、100種類以上の肉体改造メニューを作ってもらい、プライベートもサッカーに集中していたらしい。選手はチームが遠征で鎌田が帰りが遅くなるときはずっと店を開けて待っていたそうで、鎌田もチームで出される弁当は食べず、店主の肉体改造メニューだけを食べたらしい。特に好きだったのは焼き魚で、毎日のように食べていたようで、1ヶ月半で体脂肪率は 10% まで落ち、アスリートの体に変貌を遂げる。ガンバ大阪ジュニアユースに所属していた鎌田は、中学3年生の時に東山高校の練習を見学し、率直な感想として結構うまいっすねと率直すぎる感想を言ってしまう。20歳でサガン鳥栖からフランクフルトに移籍した鎌田は、当時の辛さを練習では一人だけウォーミングアップをやり直しさせられていた、表情や態度で損していたのかも、まるでいじめのようだったと話しており、20歳の青年には辛すぎる海外挑戦だった模様。ということで今回は鎌田大地にまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。まあまあおもろかったじゃんと思った方は高評価と感想だけでもお願いいたします。それではまた。